日本の笹山秀雄の試合がこれから始まります。笹山は初戦ではスロバキアのコラーに圧勝しました。21歳のコラーを破りまして2回戦に進んできました笹山秀雄です。自衛隊に所属しています。5分間の試合が始まりました。この両者はですね、今年の5月の国際大会でですね、はい、対戦してるんですね、はい、その時は惜しくも延長で笹山は敗れてます、ですからここで接触してほしいですね。なるほど、はい、アゼルバイジャンのアブドゥライフ、さあ後ろから攻めているアブドゥライフを返す返す、赤にスリーポイント、赤にスリーポイントです。今は倒れた状態から返したところで2ポイントになりましたね。1つ減りまして2ポイント、はい、しのいでいる笹山。ここのアンクルホールドをちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、はい、アブドゥライフはアンクルホールド得意ですから、アンクルホールドから体操を返そうというアブドゥライフ、もっと動いてほしいですけど、どうだ、帰った、これだとまた帰りますから頑張ってほしいですね、はい、そうですね、4対0になりました。決まってます。足を決めて返そうというアゼルバイジャンのアブドゥライフです。こらえる笹山、後ろに下がって前に蹴るという状態がいいですね。はい、ここでスタンディング4ポイントをこの間に取られました日本の笹山秀雄。まだ時間ありますから、自分のレスリングしてですね、はい、挽回してほしいと思いますね。笹山は初戦はスロバキアのコラーに 6-0 相手にポイントを与えず勝ちました。これが2回戦です。最初の相手の攻撃の時もですね、笹山君返したと思ったんですけどもね、相手はそのまま腕を決めて逆に返して相手の2ポイントになりましたね。非常に惜しかったですね。アゼルバイジャンのアブドゥライフは初戦でアメリカのロッセリを破りました。去年の世界選手権で第4位の選手です。94年には世界2位になってますから、はいはい、非常に強い強豪な選手ですね。したがってここを突破しますと明るい光が見えてくる笹山。そうですね、まずは一つの、正念場といいましょうかね、はい、関門です。笹山は非常にスピードありますから、もっと動いてですね、はい、タックルいってほしいですね、試合時間が5分、まだ前半戦です。自分からセキュリティに動いていってほしいです、そうです。4ポイントを奪われました笹山。4対0でアゼルバイジャンのアブドゥライフがリードしています。こちらアブドゥライフです。今の動きは良かったですよ。そうですか、今の動きを連続させてですね、タックルに結びつけてほしいと思いますが、はい、笹山のこの52キロといいますと、今日の解説の佐藤満さんが活躍されていたクラス、佐藤さんはソウルで金メダルですが、この笹山に対する思いも人一倍のものがあると思いますが、はい、いかがですか。はい、特にこの階級はですね、ずっと金メダルを取ってきたクラスですので、そうですね、はい、そういう意味ではですね、ぜひとも金メダル目指して頑張ってほしいんですけど、はい、試合再開です。まもなく試合時間がちょうど半分経過しようというところです。やはりここでもアンクルホールドをちょっと注意してほしいですね、いい、先ほど一つかかりましたから、パーテルポジションからアゼルバイジャンのアブドゥライフの攻撃、笹山はピンチ、どうしのぐか。4対0、笹山4ポイント落としています。ここですね、ここが勝負です。はい、抱え上げた、抱え上げたアブドゥライフ、しのぐ笹山、時間は経過する。ここで取られますと笹山痛くなります。しのぎました、しのぎ切りました、はい、笹山
ここからですね。ここからですね。勝負はここから。4対0。アゼルバイジャン、アブドゥラエフがリード。青が日本です。もっと動いた中から入ってほしいですね、そうですね。後ろに回ったのは赤、アゼルバイジャン。ワンポイント追加、5対0。またアンクルホールド来ますよ。そうですね、アンクルホールドからローリングを試みようというアゼルバイジャンのアブドゥライフ。あ、苦しいです。また帰った。2ポイント、7対0。苦しくなりました笹山。初戦が突破したものの2回戦、アゼルバイジャンのアブドゥライフに対して苦戦です。あと1分です。7対0と得点差が広がりました。さあ残り49秒ですが、ここからこの得点差を返すのはなかなか難しいでしょうか。そうですね、まあでも一発逆転狙ってですね、相手と一発逆転でね、フォールを狙っていけばね、はい、いいんですがね、あの組み合っていってほしいですね、接近してですね、はい、なかなか中に入れてくれませんね。そうですね。30秒を切りました。後ろに回られました。アブドゥラエフがさらにワンポイント追加、8対0となりまして、より苦しくなりました笹山です。初戦は突破したものの2回戦で苦しい試合です。10対0になりました。そうですね、ここで試合は5分経過、試合終了、11対0と結果的には大きく点差が広がりました。笹山2回戦で敗れまして敗者復活戦に回ることになりました。勝ちましたのはアゼルバイジャンのアブドゥラエフです。得点は11対0と、笹山としては、まあ、数字のようでは完敗という形になってしまいましたね。そうですね、前回延長戦を演じてただけにですね、非常に残念ですね。そうですね、はい、まあ、しかしまだ道は残されています。そうです、敗者復活戦があります。はい、気持ちは完璧にやられましたね、はい、そうですね、腕をちょっと決められましたから、あれだとどうにもならないです。気持ちを切り替えてですね、はい。